こんにちは、寺島でございます。今日は当社の、これ事務所なんですね、僕がいつもキャンピングトレーラーを牽引するときにこんな風に心がけていますという風なお話をさせていただきたいと思います。このテーブルの上に T 型になっています。 T 字路、もしくはここがガレージだという風に理解してください。ここにポールが立っています。これはまあボール標識であるとか障害物、よくある話なんですね。こういうものを準備しました。よくね、キャンピングトレーラーは大きい、曲がりきれないというふうに思われがちなんですけども、これが一体型の大きな車だとするとね、これが丸ごと回るのは不可能です。ところがトレーラーっていうのはここで連結されていて自由に動きます。そうすると結構回れるんですよね。ですから大きい割に小回りが効くんですね。それをちょっと説明させていただきます。例えば一番よく言われるのは内輪差なんですね。まあガレージから出るとしましょう。こういうふうにハンドルを切っていきます。この時に右のミラーでこの障害物が見えますね。で、回りきれないと思った時に、あ、これはいかんと思った時に一旦僕なんかはこう戻します。そしてこの辺りであえて止めるんですね。そして思いっきりくの字を作ってぐるりと回って、この軸がこの障害物を越えるまで、この運転席から見たこの右の前の角がギリギリまで前へ進んで、こいつが抜けた瞬間にハンドルを戻します。ただしこの時にここにある障害物がこのトレーラーの左後部の角に接触する恐れがあるわけですね。キャンピングトレーラーはよくこの辺りね、こつってる人がありますね。これはね、ついついこう慣れた人でもやってしまうことがあります。だから面倒くさくても運転席から降りて、ここの軸が向けてハンドルを戻していいかどうか、これをここで目で確かめるのがいいと思います。これね、逆に考えてみましょう。例えば狭いところへ入れる場合、今の逆を行けばいいわけなんですけど、あえてしっかりしたくの字を作って右の前がギリギリになるように何回も降りますね。降りて確認をしながら回していく。慣れてくるとこれを切り返してまっすぐに入れていく。これがいいと思いますね。このやっぱり狭いところでね、これ大変なのはね、みんな同じなんですが、これキャンピングトレーラーの中に蓄電されている電気を利用して、その電気でモーターを回します。こういうコントローラーを使ってトレーラーを動かします。ムーバーっていうんですけど、今はこれはもうスマホでやってらっしゃる方も多いと思いますが、こういう便利なものもありますね。もうじゃあ次行きましょう。はい、画面が映りました。また再びこれをつなぎましたね。テーブルの上にグリーンのテープがありました。これカーブです。センターラインだと思ってください。ちょっと見づらいかもわかりませんが、例えばこれが中央高速、どこかの国道だとします。右になりにカーブが続いているところがあるとします。普通キャンピングトレーラーっていうのは、僕なんかはもうできるだけ走行車線を走ります。こういうふうにセンターラインを右手に見ながら走ります。そしてね、追い抜き追い越しの場合、このラインから外に出る場合、この話をさせていただこうと思います。直線から、追い越し追い抜きの場合によくあるんですが、これが車だとします。まあ、ハイエースかキャラバンかセリカか、もしくは何でしょうね、予算の関係ですいません。これ車です。直線でまず追い越します、追い抜きます。そして例えばこれが左カーブへとしますと、どうしても回転半径が外側は大きくなります。だから僕はこれ逆にね、次の直線まで待って、次の直線で安全を確かめて、安全な走行の状況を確かめて、速度も確かめて、まず出ます。で、今度右カーブでやるということが確信できたら、
回転半径の小さい右車線で追い越します。そうすると右のミラーで後部が見えます。さらに右カーブの次はおそらく中央高速なんかは左カーブが出てくるわけですね。その時に左カーブで左に寄るということがすごく気分的には楽なんですよ。だから逆に行きましょう。この回路、失礼、車、カーブの時に抜かす方がこの車は大きく回ります。ところがトレーラーを牽引した車は比較的小さく回れます。そして直線路、この辺りで今度は左カーブになった、もしくは直線路で入っていくと、この方が楽だと思いますね。そしてキャンピングカーをトレーラーを引っ張っている時に直線路で抜かす時、大きな車が走っている、もしくは走行車線を走っている、でうっかりしていると大きな車が風を分けて走っています。そうしますと分けた風がこの親車を刺激する、その前に実はトレーラーを抜くときにある事態が起こります。このトレーラーはその風の影響を受けて外へ振られます。そうするとおのずと親車のお尻が左に振られます。何が起こるかっていうと、この大きな車に寄ってしまうんです。これ結構怖いんでね、だからトレーラーを牽引するときはできるだけ、まあ、リラックスをして左右後部確かめながら運転していけばいいのじゃないかなと思います。今日はキャンピングトレーラーについてね、お話をさせていただきましたね。これは僕の あくまでも考え方、いつもこうしてますよということの一部でございます。高速道路とかね、それから旅行先、国道なんかではもう僕らもできる限り追い抜き起こしは控えています。例えば工事車両、すごくゆっくり走りますよね。こういう車は逆にね、追い抜き追い越しをした方がいい場合もありますね。ただやむを得ずということで考えています。で、初心者の方が随分トレーラーを恐れられる気持ちは分かりますが、こういうふうに考えていくと非常に安全なもので便利なものです。ぜひ皆さん、こちらを向いてトレーラーをもう一度見直してみてもらえませんか。